ここまで2勝2分け4敗少し出遅れたフロンターレ、一方2連敗の後5勝1分け負けなし、勝ち点も積み重ねてきたレッズの対決です。両チームのメンバー予想フォーメーションでご紹介します。新加入京都から来ました上福本が最終ライン、センターバックにアンダー20日本代表高井が先発、車屋が出場停止明け、今日は立花田はサブからのスタートになりました。アウェーレッズのメンバーと予想フォーメーションです。こちらはいつも通りの 4-2-3-1、 左サイドバックに荻原2試合連続の先発、2列目大久保小泉関根、この辺りは流動性のあるタレントです。相手の守備ゾーンを確認しながら少しペースダウンをしました。瀬古のスルーパス宮代へ、まあ、今のボールじゃないですかね、まあ、構えた相手に対してどういうふうに懐に入っていくかという作業探りながら、縦パスで探りながら少し目線変えといて宮代のランニング、上福本のつなぐパス、車屋小泉が取り返します。関根が前を向くミドルシュート、セカンドボール小泉、小泉の立ち位置はオフサイドポジションでした。セカンドボールしっかり拾って、前があったらやっぱり振るってことですね。大久保拾います、中小泉興梠、少し流す逆サイド関根戻していって興梠ルーズボール、うまくサイドを変えながら決定機、グッと密集作っといて最後は手前ですから、川崎からするとやっぱり目線も体の向きも変わられましたし、分かっててもやっぱりフリーな選手が出てきてしまいますよね。センターバック2人がボールが持てるってのは大きいですね。大きいと思いますね。間で大久保が受けます。ワイドに秋元、センター興梠、うまく入れ替わって秋元へ行く、折り返し興梠、よく詰めました。高い惜しかったですね。引いてフリーマンになった小泉から斜めにシミッチの脇を取りましたよね大久保が、前から来る川崎からするとあそこ泣きどころになるんですけど、うまくサイドバックの秋元絡みながら最後クロスまで持ってきましたし、秋元のこの外し方もすごくうまかったと思います。瀬古はシンプルに長いボール、これが家長に通ります。中セットして宮代待つ、その後ろから脇坂も入ってきます。縦に仕掛けて脇坂だ、ボレーシュート、先制フロンターレ、難しい体勢ながら入って最後右足を振りました脇坂。一本の縦パスからでしたね右サイド。いやもう点が入るときシンプルですよね、はい、まあ、後半早々なんですけども、やっぱりまずシンプルに背後、そこにランニングする選手がいて、まあ、イエナが、まあ、ホイブラーテンとの1対1でしたけど、まあ、利き足じゃないんですけどクロスも上手なんですよ、イエナガは。そうですね、はい、そこに対してしっかり2枚入ると前で潰れて、まあ、うまくボールが自分の空間前に浮いてきたと思いますけども、まあ、うまく残しながら当てましたね脇坂、見事です。はい、あとは少しこうやって川崎の選手が前にかかった時のやっぱ背後ですよね、はい、まあ、かなり強気に川崎の最終ラインも設定してますから。遠野家変わってきた、チャンスボックス内引きつけてラストパスからダイレクトシュート、山田博もう一度下がって脇坂、これはファール、最高の形を作りましたね遠野の仕掛けから脇坂、はい、取る場所も良かったと思います、ショルツですから、で中にショルツはいない、はい、伊藤足元へのパス、関根ルーズボールブロックして興梠倒れてますがファールなし、初めて中空いたんですけどね、よく狭い空間通したと思いますけど、ちょっとルーズになったボール高井が慌てて処理に行きましたが、はい、興梠を後ろから蹴ってしまいました、まあ、スルーパス通されたところ高井が反応したんですよね、2
今映像を確認中です。 VAR は飯田純平。PK なしという判断です。間で受けて折り返し、いいタイミングで内側スペースを取りました。ブロックをしたシミッチ、ミドルポスト、強烈な左足でした。シミッチ遠くからもやっぱり打てるんですよね。パンチ力ある左持ってますから。ホイブラーテン、荻原、狭いところドリブルで仕掛けて荻原つながってマイナス2000、追いつきましたレッツ。流れるようなパス交換、最後は流し込んで2000。ここで一回ぐっと囲まれるんですけど、ね、うまく残して荻原からリンセン、最後はインサイド、右足のインサイドで流し込んだと思うんですけども、我慢しながら空間見つけてうまく流し込みましたね。この荻原の優しいラストパスも見事だったと思います。大畑、荻原高速クロス、あ、つながった、秋元、いいボール入りましたけどね、うまく横の揺さぶりから、まあ、最後は鋭いボールが荻原から入りましたけど、抜けて、ま、抜きましたけどね、秋元のところに。秋元下げます。早川ワンツー、細かいステップでワンツー、もう一度早川行く、キープをする、左足、試合終了。最後は思い切って振りました。早川出して止まらずにうまく狭い局面密集に入っていきましたけど、うん、惜しかったと思いますね。やっぱ動き飛べないですねこの選手はね、将来楽しみな選手です。楽しみですね。先行川崎、レッツ追いついてドロー1対1です。